株式会社店舗 B 代表取締役公認不動産コンサルティングマスターの田島です。今日は日本でのエニタイムフィットネスのマスターフランチャイジーである株式会社ファーストフィットネスジャパンが昨日2020年12月16日に東証マザーズに上場しました。今年の2月に上場承認を受けていたんですが 新型コロナの影響で一旦取り下げて、再度の上場となりました。新型コロナによる営業自粛後も新規出店を続け、今では国内では800店舗を超える規模です。ロードサイドの土地活用やインク店舗にも積極に出店するテラントとして注目されています。この動画では、従来の総合型スポーツジムと24時間スポーツジムの違い、 24時間フィットネスジムの中でも、エニタイムフィットネスと他社との違い、土地活用、テナントとしてのエニタイムフィットネスについて話をしたいと思います。で従来の総合型スポーツジムと比べて、エニタイムフィットネスのような24時間型スポーツジムの特徴は、まずプール、スタジオ、お風呂などの設備がなくて、 マシンに特化しているスタッフは常駐せずに年中24時間利用可能である料金が比較的に安い100坪程度で比較的小型店舗駅前よりも郊外というのが特徴です利用者の年齢層の中心も20代から40代と比較的交流者が多い 従来の総合型スポーツジムとの違いもあります。で今度は、エニタイムフィットネス以外にも、24時間型スポーツジムっていうのは色々とあるんですけど、この他の24時間型スポーツジムとエニタイムフィットネスとの違いについて考えてみたいと思います。一番の違いは、フランチャイズ性による多店舗出店です。まあ、全国で800店っていうのはもう驚異的な数字です。 この店舗数からの知名度が大きな武器になっています。またこのフランチャイズ性っていうのが機能して、この地方都市に積極的に出店できるビジネスモデルっていうのも魅力です。じゃあ今度は土地活用や犬器店舗のテナントとして、まあ、地主、家主の立場からエニタイムフィットネスを考えてみたいと思います。今140社以上と言われる このエニータイムフィットネスのフランチャイジなんですけど、これはエニータイムフィットネスと出店すれば利益率が大変高いということから積極的に全国で物件を探しています。スポーツジムっていうのはこの利用される方が健康な方ですので、エレベーターやエスカレーターのない2階でも出店できるっていうのが 家主純子にとっても大きな魅力です。まあ、例えば、コンビニやファミレスの2階にエンタイムフィットネスが出店する建物っていうのも時々見かけることがあります。でまた、犬器物件、でしかも物販店舗や飲食店舗にこだわりなく出店できるっていうのも家主にとっては大変ありがたいテナントです。まあ、今回、 上場されたことによって、ますますエニタイムフィットネスの出店数っていうのは加速していくと思います。まあ、これからもこの動画では地主さん、家主さんに役立つ動画を配信していきたいと思います。良ければチャンネル登録をお願いします。